どうも、今回は可愛いのに不潔すぎる女性芸能人ランキングトップ14です。行ってみましょう。14位、虻川美穂子さん。お笑いコンビ北陽のボケ担当で、アブちゃんの愛称で親しまれています。そんな虻川さんはとんでもなく不潔な生活をしているとの噂が。お風呂に浸かりながら歯磨きをして、浴槽のお湯をすくってうがいをしているとテレビ番組で明かしたそうです。お風呂に浮いた垢や汚れについては、自分の体から出たものだから気にならない、とのこと。他にも、濡れたタオルは乾かせば新品、乾燥しているところに菌はいないと、めちゃくちゃな発言をしていたことも。2010年にイタリア料理店のシェフと結婚し、2022年現在は7歳の息子がいる虻川さん、さすがに不潔な生活は卒業しているのではないでしょうか。13位、黒沢和子さん。お笑いトリオ森三中のメンバーの黒沢さんは、ズボラで片付けができないことをたびたびテレビで語っています。黒沢さんの部屋は、一口飲んで放置したペットボトルや、脱ぎ散らかした服で溢れており、森三中の村上さんと大島さんが時折片付けに来てくれているとのこと。さらに共演者がドン引きしたのが、カビの生えたパンも食べちゃう、部屋のホコリのせいで肺炎になったことがある、との発言。森三中の中で唯一独身の黒沢さんですが、恋愛をしなければ部屋に彼氏が来ることもなく、片付ける必要もない、と恋愛しない宣言をしているとのことです。12位、金太郎さん。AKB48 の前田敦子さんのモノマネでブレイクした、お笑いタレントの金太郎さん。実はとんでもない汚部屋に住んでいることで有名です。バラエティ番組で泊まりに来た男性芸人が、あまりの汚さに途中で逃げ出したことがあるとの噂も。床は足の踏み場もないほど物に溢れ、冷蔵庫は賞味期限切れでカビの生えた食材が入れっぱなしになっているそうです。テレビの企画で何度か片付けをしたようですが、気がつくとすぐに元通りに。2015年に番組ディレクターと結婚した金太郎さん、現在は旦那さんが片付けをされているのでしょうか。11位、渡辺直美さん。お笑いタレントでありながらおしゃれな外見が話題となり、インスタ女王として世界中から人気を集めている渡辺さん。しかし、昔は何度もバラエティ番組で取り上げられるほどの汚部屋に住んでおり、ガサツな生活を送っていた模様。部屋は散らかり放題で、お風呂は1週間に1度、頭は4日間洗わなかったこともあり、なんと歯を1年磨いていなかったとの噂も。なぜ健康を保てているのか不思議ですね。過去のテレビ番組ではへそが臭いとも明かしており、納豆よりも強烈な匂いがするそうです。10位、はるかクリスティーンさん。スイス出身のハーフタレントで、日本の女優に憧れ来日したクリスティーンさん。現在は勉学のために芸能活動を休止しています。コメンテーターとしても活躍し、知的な印象がありましたが、バラエティ番組に出演した際に、3年間片付けていない汚部屋を公開しスタジオが騒然となりました。紙皿の上で納豆とリンゴを刻んで、ご飯と混ぜて食べる、ゴミを常にカバンに入れておき、ホテルや放送局で捨てる、などのズボラエピソードも飛び出し、視聴者もドン引き。金スマの企画で大掃除をし、ピカピカに片付けたこともありましたが、3ヶ月後にはすっかり元通りになってしまいました。9位、峯岸みなみさん。元 AKB48 の人気メンバーだった峯岸さん、AKB 在籍時には恋愛禁止のルールを破り、自ら頭を丸刈りにし謝罪したことでも話題となりました。そんな峯岸さんはズボラな性格のようで、2015年には賞味期限切れの野菜ジュースが爆発し、白いソファが汚れたことをツイッターで報告しています。また、戸棚にしまっていた鍋からいつのものかわからない具材と汁が出てきたことを、2016年放送のモムで告白。MC の中居正広さんも、前から思ってたの。峯岸くっせーなって、とジョークを飛ばしつつもドン引きの様子でした。8位、菊池亜美さん。アイドルグループ、アイドリングの元メンバーで、タレントの菊池さん。バラエティ番組で汚部屋を公開し、あまりの汚さに話題となりましたが、普段の生活もかなりだらしない様子。洗濯はたまにで普段は綺麗なものを着回す、歯を磨くのは2日に1回、下着は2日連続で履く、など衝撃的なエピソードが明らかになりました。また、食器は洗剤を使うのがめんどくさいため水で洗うとのこと。体調面が心配になるほどのズボラっぷりです。2020年には第一子となる女の子を出産した菊池さん。お子さんのためにも衛生的な生活をしてほしいものですね。7位、安田美沙子さん。元グラビアアイドルで、タレントとして活動している安田さん。2013年に、解決ないないアンサーに出演した際、
自宅に物が多すぎるため掃除をしておらず、掃除機は4ヶ月に1回のペースであると告白しています。友人の結城真央美さんも食器にカビが生えていたり、ゴミ箱の裏などに赤い虫がいる、と証言しており、相当な汚部屋に住んでいる様子。2017年に、ダウンタウンデラックスに出演した際にも、ぐちゃぐちゃの部屋の様子が公開され、子供が生まれたのに不衛生すぎる、と視聴者の反感を買う事態となりました。6位、中村アンさん。モデルやタレント、女優としてもマルチに活動している中村さん。美人でスタイルも良く、できる女性のイメージが強いですが、実はかなり不潔な生活をしているとの噂が。お風呂には毎日入らず、髪を洗うのは3日に1度、歯を磨くのも嫌いなので虫歯で歯がよく痛むそうです。部屋にはゴミ箱に入りきらないゴミが散らばり、洗濯する前の服でテーブルを拭くとのこと。また、カシャカシャ音が鳴るのが嫌で、フリ服の中身を直にポケットに入れて持ち歩いているとの噂も。歯磨き嫌いのため、口臭をフリ服でごまかしているのかもしれません。5位、吉川ひなのさん。ファッションモデルとして活躍し、現在はハワイに住んでいる吉川さん。とてもオシャレなイメージですが、実際はとんでもないお風呂嫌いで、欧米人は1週間くらい頭を洗わないのが普通、と謎の理論を展開し、自身も週1でしか頭を洗わないそうです。3日ぐらいお風呂に入らなかった私の頭や脇の匂いを嗅いで、それでも愛してくれる男が好き、と語っていたとの噂も、資生堂のシャンプーの CM に出ていたことが信じられませんね。2022年現在は3児の母親となった吉川さん、お子さんのために清潔な暮らしをしていることを願ってやみません。4位、マリエさん。セレブタレントを売りにし、モデルとして活動しているマリエさん。おしゃれな部屋で優雅な生活を送っていると思いきや、とんでもない事実が週刊誌によって明らかになりました。2011年7月に目黒区の高級マンションを退去した際、立ち会いに現れなかったマリエさん。管理会社が部屋に立ち入ったところ、部屋の中が荒れ放題だったそうです。玄関ドア、エアコン、浴槽のタイルは壊れ、カビやタバコの跡もひどく、窓ガラスも割れていたとのこと。さらに犬のおしっこのシミが部屋中に残っていたそうです。テレビ番組では3、4日頭を洗わないと明かし、共演者から、カブトムシみたいな匂い、と言われたこともあるマリエさん。一体どんな生活をしているのか気になります。3位、倉科カナさん。女優やタレントとして活躍し、大人の女性の憧れである倉科さんですが、プライベートのズボラっぷりが話題となっています。オシャレイズムに出演した際に、バッグに入った釜揚げシラスを、カバンにワンシーズン放置し大変なことになったと告白。シラスが液状化して、クローゼットからすごい匂いがしていたそうです。あまりの衝撃エピソードに、視聴者からも、笑い事ではない、だらしない、との声が続出。大きなイメージダウンにつながってしまったようです。少しの天然さは可愛げがありますが、ここまで来るとさすがにドン引きしてしまいますね。2位、小島春菜さん。元 AKB48 の人気メンバーで、卒業後はタレント、モデル、YouTuber、経営者として幅広く活動しています。美人でスタイルもいいため、女性ファンも多い小島さんですが、実は AKB のメンバーから汚部屋暮らしを暴露されたことがあるとの噂が。篠田麻里子さんによると、飲みかけのジュースがそのまま放置されていたり、一週間同じバスタオルを使い回したりしていたそうです。物置小屋のようとも言われていました。インスタにアップされている、可愛くておしゃれな写真とのギャップに、衝撃を受けるファンも多かったようです。そして、栄えある第1位は、アミさんです。E-Girls の元メンバーで、金髪がトレードマークのアミさん。若い女性の憧れの存在ですが、プライベートはとんでもなくだらしない様子。昔からお風呂嫌いを公言しており、2013年の、踊るさんま御殿では、レッスンやコンサートで汗をかいても、疲れてシャワーも浴びずに寝てしまうと明かしています。また、下着については下は毎日取り替えるものの、上は何日も同じものを身につけているそうで、体が痒くなったら取り替えるとのこと。これまでのお風呂に入らなかった最長記録は、5日間だそうです。CM にも多数出演していた E-Girls メンバーのまさかの不潔ぶりに、今回1位とさせていただきました。はい、ランキングをご覧いただきました。この動画を見てなんか面白かったと思った方は、高評価、チャンネル登録、ベルマーク通知登録3点をお願いします。あとおすすめ動画もあるので、概要欄のチェックもよろしくお願いします。ではまた。ジャニーズ個人年収ランキングトップ30について、27位、永瀬廉さん。推定年収2100万円。ビビ、国宝級イケメンランキング2020上半期1位。そして、